2019年の運勢。どうぞ最後までご視聴ください。皆様こんにちは。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。2019年の運勢についてお話しさせていただこうと思います。2019年牡牛座のあなたに届ける言葉はですね、望んでいたものが手に入るタイミングかもしれないということなんですね。これまでですね、結構いろいろとですね、粘ってこられた方、我慢したりとか頑張っていたけどあまり報われなかったという方はですね、この1年予想以上のおそらくものが手に入るタイミングだと言えるかなと思います。どうして牡牛座が、ずっと欲しかったものが手に入るかと言いますと、牡牛座、これ牡牛座の位置なんですけれども、牡牛座の位置から見て木星がずっと、1年間かけてサソリ座を運行していた頃は太陽と対立の関係だったんですけれども、この間例えば新たな出会いであったりとか、パートナーシップの発展というもの、また人間関係の広がりなども起きた1年だったかもしれませんけれども、この時にいろんな意味でのジャッジを牡牛座さんはしているはずなんですね。でそこから8ハウス、7から8への動きっていうのは共存心とか、誰とどれぐらい深く結びつけるのかっていうことを本能的にキャッチできる時に入ってくる時期が今からの1年間になるんで、多くのものを受け入れられる状態。8番目のハウスは子孫繁栄なども示しますんで、もしかしたら誰かと共に何かを生み出すというチャンスが訪れる可能性もあります。で価値観ですね、振り返るというのが、この12月の年末からですね、年明けにかけて少しあるかもわからないんですけれども、そこを乗り越えればですね、かなりですね運気の波が変化に入ってくるわけなんですね。で1月なんかは安定感あるんで、あれいつも通りだな、こんなになんか変化変化と言われているけれどもいつも通りだなと思われていた方もですね、2月ですね、かなり急変していかれるのではないかと思っています。もう一つとても大切なのがですね、去年の5月に牡羊座からですね牡牛座に移動した天王星の動きっていうのがあるわけなんですね。これは牡牛座の太陽を大きく刺激する時期になります。この7年間の間は過去ですね、ずっとこの牡牛座の位置からすると、牡羊座の場所に天王星がいた頃は心の中で変わりたい変わりたいと思っていた時期だったかもわからないんですね。さまざまなイメージが膨らみますし、牡牛座に移りましたので、そこからの7年間かけて自己改革というものが起こってくると考えられます。新たな自分の変化に向けたアクションが起こせる時期というふうにも考えられると思います。お仕事上や、そういう役割などの立場が変わるということもある方も多いかもしれませんし、何かをさっき言った受け取るタイミングではあるんですね。なので価値観を変えることができた方はおそらく待っていてもですね、自然と運が舞い込んでくるタイミングかもしれませんので、ぜひ受け取っていただければと思います。もう1点、2.5 年間の間、去年の12月までですね、土星は、木星がサソリ座にいた頃、土星はずっと相手座を運行していたんですけれども、去年の12月
からですね、土星は山羊座に移りまして、約 2.5 年間かけてこの山羊座の場所をですね、動いていくわけなんです。ですが牡牛座から見ると、射手座の位置が土星との調整とすれば、山羊座の位置は発展していける場所や自分が年を取ってからも居心地のいい場所を探すという場所に入りますので、おそらく自分の立ち位置や自分が長くですね、こう過ごしていける環境を手に入れるための何らかの動きが起こってくる 2.5 年間になるのではないかと思います。今年の牡牛座は土星や冥王星からは安定感のある動き、天王星からは大きな変化改革の動き、木星からは様々な意味での報酬というふうに期待ができます。海王星は穏やかに人間関係を築いていくという感覚があるかなと思いますけれども、大きな動きとしてはそうしたものが挙げられますので、牡牛座からすると本当に自分を、どの辺まで妥協できるかというのは牡牛座のもともとのテーマでもありますので、どれぐらい妥協するかということができればですね、ほとんどのものが手に入るような1年になるのではないかなと思います。もう一つですね、不器用な星ではありますし、若干ですね鈍感さも星ですので、昨年からその昨年の天王星の動きを、どのように生かすかということで、かなりですねこれまでと違った風がですね吹くのではないかなと思います。何を手に入れたいのかということを一番に大切にされたらいいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またですね、少しでもこの動画がお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録いただければ大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。YouTube の公開を通じて、あなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。